トナリン、テレキューで野球中継やるってさ。ほんまか。夜6時57分からだって。ほんまに見てくれるんかな。先輩、テレキューで野球中継らしいっす。そうか、誰が出るんや。僕たちっすよ。そうか、試合やったな。Hey, nice guy. 昔はこんなのなかったよ。めちゃ気持ちいいね。バテン、1時から試合たい。Oh no! 動きたくないよ。あ、テレキューの中継なのに髪型が決まらない。ふふ、夜6時57分から放送だよ。放送席、放送席、今日のヒーローから一言です。テレキューで野球中継があるっちゃ。え？サイングッズと観戦チケットも当たるっちゃ。お前ら、テレキューの中継だ。北海道だからって浮かれんなよ。先輩、今夜はカニですか？うるせえ。午後1時から放送だぞ。博多のラーメンはマシそうよ。スーファン、エナさんが来るから甘えたばちせよ。ダメだよ。テレキューの中継で花火が見られるんですね。そうだよ、試合中だけどね。あ、テレキューの中継なのに髪が濡れちゃう。ふふ、夜6時30分から放送だよ。あ、鷹の祭典なのにユニフォーム間違えちゃった。おじさん、そのユニフォーム貸してください。か、監督？ズンズンズン。よう、今度のテレキュー中継でビッグなプレゼントがもらえるよ。チェケラ。ねえねえ、8月4日は何の日か知ってる？橋の日っすか？そうじゃなくて。テレキュー中継っすか？そうじゃなくて。わーい。あ、6時57分からテレキューの中継で中。副音声は野じ馬実況だって。わーい。柴さん、自分もあんな愉快になりたいっす。どうでもいいけどさ、テレキューで野球中継があるよ。ほんまでか。夏休みの楽しみといえばバーベキュー。イエス。ホームパーティー。イエス。テレキューの野球中継。グレイト。夏休みが終わっちゃうからもう楽しみがないでしゅ。9月1日はテレキューの中継だよ。あったでしゅ。わあ、アイドルの始球式だ。あいつなんでいつも無表情やの。テレキューの中継なのに元気がないぞ。アツオ。アツオ。アツオでちゅう。違う、アツオだ、アツオだ、アツオだ。優勝旅行どこ行きたい？ニューヨーク。宮崎。北九州っちゃ。里帰りだね。
めでとう。やっほー、泣かせるね。お前もかい。キャプテン、元気ないです。先輩、気合いっす。言ってくださいよ。テレキュー中継なのに録画予約忘れちゃった。